いやー皆さん、いや最近毒アキオ伸びてきてるね。毎回言ってないそれ。最近毒アキオ何回も聞いた。レパートリーがない。でも夏休み頑張ってますよね。頑張ってる。めっちゃ上がったよ動画。誰のおかげなんだろうね。私？まあ、夏休み頑張ってあげてたのは俺か。僕か。みんな頑張ってたよ。お前以外。いや頑張ってない僕だけだよね。お前はずっとパチンコ打ってただけやろ。お前バロラントやってよ。編集ちゃんとやれよ。ん？お前挙句の果てには皆様にご報告がありますみたいな動画。本当だよ。釣られたんだけど。釣ろうと思ってないから、まあ、釣られる方も悪いから。釣ろうとしてんじゃん。詐欺師だよお前は。お前が言うな。はい、ということでね、最近仲良くなってきたわけなんですけども。あーカバーカバー貸してか。まあ、最近こんな風に仲良くなってきたところで、まあ、やる企画は一致するまで終わりまってん。やっぱ仲良くなってきたからね、さすがに一致するだろうということで、まあやっていこうかなと思います。一致しないことないんじゃない？逆に全部一致で終わるか。でも最初ね、佐藤という名字の有名人といえば、まあ、これ簡単だよね。あの人しかいない。もう最初からもう会っちゃうよ。1回会ったら終わりですか？まあ3回ぐらい会うまでやるじゃん。そうね。ちょっとなんかひよってる。誰？ YouTuber さん。何が女は、女はあれでグーだとか言って、お前が一番好きやん。本当だよ。おい飛ばすな。最初はですね、最初の問題なんですけども、だから嫌われんだよ。最初の問題だね、子育てをするイメージがある動物といえば、まあ1問目、まあ1問目にしてはね結構難しいですけども、まあ僕たちなら2問目だっつってんだろうが。 あんま分かんないしな、しかもこれ。いやこれ簡単よ。でも3人ねできてますね、はい、でも大丈夫だ。待って悩んでんだけど、これみんななんて書いてんの？タクだったら俺ミスった可能性あるな。これだと思うけど。いきまーす。あーどうぞ。当たるんかい。待って、これで当たることある？動画終了。危ない。お前よかったら保険で3問とか言って。そう、でもさ、このそばはもう完全にあれしかなくない？これ2択じゃない？何と何で択があるの？これ以外ないよ。俺たちならこれでしょ。行くぞ。はえ？全員違うじゃないか。ザルそばでしょ。いや焼きそばでしょ。名前うざいんだけど。おっぱいバイ。まあこのせいで収益黄色マークになったらどうすんの。これはもう一択じゃない。いや二択だろ。あ二択か。みんな大人だからもうわかるよ。大体こういう時ちなみ先生だけ違うんだよ。いやちなみ先生が違うんだよ。なんでだよ。あーみつま。まあまあそうだよ。まあそうだよ。じゃねえか。何ジャムおじさんって、お前字汚っ。なんでこれ斜めってんだよ。踊りすぎだろ。あここ。めっちゃ簡単だね。来た。キムテスとか結構ネタにしますもん。あーそっちっすか。わかりました。一人しか知らない。俺も一人しか出てこない、まあ、僕結構スケートの選手知ってるんでね。お前ってでも人間嫌いなんじゃなかった、まあ、人間嫌いだけど、人間嫌いだからって大変だな、生きんの。ほな、そんな慰められてる僕。本当にさ世代です、これ。ただの世代です。まあまあなんか浅田真央行くかなと思ってた正直。じゃあ合わせなよ。思ったんだったらよ。これ今の私の心だよ。優しいはだって、ちょっと待って、気持ちを表す形容詞って書いてあるじゃん。気持ちじゃないじゃん優しいは。いいってもう。待って、これはもうマジで一つでしょ。ブルーアイズホワイトドラゴン。ブルーアイズホワイトドラゴン。センスないわ、なんかここで受けにね。ね、思うことないよ。何がホワイトドラゴン。どう考えてもこれだろ。もうクソしかいないこのチーム。まあ、やめろわ、これ。解散。あ、これはもうなんか行きつけのカフェとか、そういう場所。はい。これはちょっと難しいな。30分か。うわ、マジか。夜のお店行ったね。夜のお店って。行ったことねえだろお前。お前30分で30分なればスッキリするかな。え、ちょっと待って、マッコって書いてるやつ何？マックだろ。マックだ。いや、お前子が刺さってんじゃん。しかも、おい、おは、絶対いける。待って、絶対いける。マッコっていう流れがあったからさ。あ、そういうことか。お前これで当てれなかったらもう一生終わらねえよこの動画。なんか言われない、なんか空気読めない、あずかいくんなんて。ちなみ先生よりは言われないかもしれない。バレたことねえよ人生に。だからやめたんだろ。おーい、絶対使えない部分だな。忍者が活躍する作品かっこアニメや小説などといえば。僕最近読みました。二択だよね。二択だと思う。じゃあジョッピーが好きなあの方いきますね。おー、さあすげえ。大物お笑い芸人と聞いて思い浮かぶタレントといえば。今ね、そうね、芸人、まあならまあこれかな。いっぱいいるけどやっぱこの人かなって、お笑い芸人といえば。さんまさんね。なるほどな。まっちゃんは確かにそうか。まっちゃんやろ。あれ本人登場。本人いるんだ。漫画、ドラ
ラマ、小説など、などで有名な泥棒といえば。あー、待って、これかな。で僕、いや俺はこれ。で僕なんもないわ。いやそんなわけないって。お前結構好きだよ、キムテスね。キムテス結構好きなはず。で僕一個もわかんないんだよと。あルパンね。あーそうそう。でそっか泥棒か。金玉。映画泥棒？泥棒ってついてるから。始まる前に流れるやつだ。セレブが持ちそうな、何これ、なんていうの、カバン、カバンのカバンのブランドといえば。カバン読めないわ、低学歴すぎるだろう。いやカバンぐらい読めないでしょみんな。うわー、ドンドンドン。お前だけじゃんね、お前さえやってくれたら。ビトンっていうのはビトンバッグっていうやつ。あーそうそう、知らないですね。まあ合ってるか。あーおいおい。普段生活をしていて見ることが多い鳥は一択じゃない。まあ二択だけど、まあ多分みんなこっちかな。これこいつ嫌いです。こっちにします僕。嫌いなんだ。これこいつ嫌い。人間を舐めてる。あ、そう逆だな。じゃあ、あーいやー、でもこれちなみに先生のは、いやこれキムテスのさ、髪飾りのツイッターの鳥じゃん。だから人のこと舐め腐ってて嫌いって言うから絶対合ってると思った。誰もこの発想なんないだ。じゃがいもかっこポテトを使う料理の定番といえば、言ってますからね、ポテトだったポテトってね。あ、だポテトは禁止。じゃあポテト禁止。え、ちょっと待って、もうわかんない、もう。うわ、まあ。そういうことか。まあ。お前もハート書いてる。あれすんな、気持ち悪いな。G 下手じゃねみんな。なんかの動画のコメント欄でさ、キムテス G 上手くねって書かれてたんだよ。え、僕 G 上手いと思うんだよね。そうだね、マウス操作が上手いだけだよ。ジャイアントかっこハテナに入る言葉といえば、ジャイアントっつったらもうそのまんま出てくるけどね。いやいや俺とちなみ先生が合うんかい。ジャイアントピースだろ。いや一個だけおかしいよ。明らかにただただでかいでかいチップだね。キリングって何。え、なんかそうジャイキリっていうあるんすよ、サッカー漫画が。完全に世代やん、もうそこ二人が当たるって。世代じゃないよ、今も連載中だパン。体育会系のイメージが強い。部活といえば、はい、まあ、これはまあ僕がやってたのは違いますよ。体育会系ではないです。まあ、体育会系だけど、まあ、まあそうね、二択だと思います。まあ、中継ですからね。これじゃね。いやないよ。まあ言うて全部納得だから、これは何も言えない。田中という名字の有名人といえば、なるほど。粉から作る食べ物といえば、大阪といえばみたいなね。言っちゃっていいの。いいでしょ、だって粉物だってさ5種類ぐらいあるんだから。たこ焼きだ。あー深井さん、たこ焼きはもうタコだもん、でかいのが。バカにしてる。え、なんかみんな字下手じゃない。お前らこれ入学したやつだ。形が四角いから思い浮かぶ食べ物といえば、はい、もうこれはようやく終わりの気配ですか。そのもの。でもあれしかないじゃん。何形が四角い。もう食べ物あんま知らないんだよな。何なら知ってんの。食べ物あんま知らない。待って、形が四角い。待って、一個もわかんない。あー、やってる。当てる。当たるんかい。まあこれね、じゃあこれでまあ3個まあ正解しましたかね。じゃあこれ最後ね、まあ、ビシッと決めて終わりにしましょう。そうね。多いな。もうやめようとしてんじゃん。どこまで言ってたの。これはさ、でもカッコハテナナッツに入る言葉といえば、これは絶対そうじゃん。じゃあこれみんなで決めて、わーって終わろう。オッケー。しょうもない。しょうもな。中学生のノリ。いきまーす。おーい。